重大発表ととということでこでんんばんは山と申します、えー、何をやっていこうかというとですね今日はね中大発表をねやっていこうと思います。スしてるのね10代、えー、と、えー、呼ぶほどではないぐらいの発表なんですけどまあまあ、えー、大きい動きの発表なので中、えー、大発表 発表と、えー、しておこうかなということです。中なのか大なのかよくわからなけど、まあ中度ないと間ぐらいかなぐらいのね、えー、まあまあな発表をしていこうかと思います。今回ねちょっとね、えー、6月からね、えー、いろいろと、えー、まあ6月までまあこの投資入ってからねいろいろといじっていたんですけど、いろいろいじっていたものをね、まあちょっとここでね、えー、人を落ち着かせするといった感じ。 と捉えてもらったらいいのかなと 思いますえー、そのためにね最後にね、えー、ちょっと大きくガラガラガラともう一回言ってやるとね大きな言い返して、まあ、これでちょっとしばらくはね落ち着かせる感じになるのかな、えー、大きくね3項目あるうちの2つは、えー、これでちょっと落ち着かせる形になると思いますもう一項目に関してはちょっとまだ手探りな状況が続いて、ね、ちょっとまた変えるかもしれませんけどっていうのがあるんですけどまあその辺りもねちょっとおいおいとね、えー、ごっついと、えー、はしゃべりながらね、えー、その辺りちょっと説明をしていきたいと思います のでね、ちょっと資料を用意しましたのでね、それのね資料を見ながらね、ちょっと説明をしていきたいと思います。どうでしょう。まあもう、今日は、速報でね、うん、多分ぶん何も、BGM 何も入れんてやってると思いますけど、えー、中大発表ということでね、えー、早速見ていきたいと思います。27何日のね、えー、に作ってるんで、もう3分これ30日にはアップロードできるのが、29日にアップロードできるか、えー、ですのでね、そうですね、6月からには、えー ちゃんとね書い,ていくようなな感じの内容になっていいいくとと思いますということでね、まあ、3つありますよというところで、1つ目の、ね、発表がこちらです、どんどん、えー。組織名とチャンネル名を変更しますということですね、えー。これね、あんまり気づいてない方もいらっしゃるかもしれませんけどね、えー、実は、えー、うちの、えー、組織名がね、 かな9年ぶりかぐらいに、えー、変わります。前に多分変更したのが、えー、と生放送を始める前の、あのー、ニコニコ動画で動画をアップロード始めて、えー、しばらく。 はね、実は、えー、とうちのところプレゼンツっていう名前でやっていたのを、えー、と途中から2012年ぐらいからか、えー、とスターステールプレゼンツっていう、えー、名前に書いてやってましたプレゼンツっていう組織名で、えー、ブランド名が、ねそのえー、動画投稿コンテンツのブランド名がスターステールというような形でやってたんですけど、えー、それを、ねえー、要は統合するような形で、まあ、動画投稿の方がだいぶメインになってたんでそれまでは、ね、結構、えー、サイトを、ね、開設してそこで、えー、文芸のね、えー 小説とかを投稿したりとか、そういうような感じのことをやっていたんですけどね。えー、そっちからそっちの方のに、えー、だんだん比重がね、えー、同じぐらいになってきたんで、じゃあ、スター・セテル・プレゼンツっていうね、えー、やつにして、えー、そのうちの動画部門、で、えー、文芸部門の方がプレゼンツっていう形でね、やっていたという流れがあるんで、実は、えー、組織名としては、今も、えー、総合創作集団、えー、スター・ステル・プレゼント っていう、えー、プレゼンツね、これ、まあ、小さいツールで、えー、にしてあるっていう感じになっておりますということなんですね。スターステールプレゼンという名前でやってます。今も実はまだそれなんですけど、まあ、一応6月から、えー、これをですね、えー、名前を、えー、スターステール で、もう、やっちゃおうということです。あの、ちょっとね、単純に言うと、まあ、長った、悲しかったということでございますね。で、ちょっとね、わかりにくかったっていうのと、えー、その、プレゼントの方の活動っていうのはまあ、実質、まあ、一応、サイトも作ったりしてね、ちょっとできないかな。えー、書く読むとか、そっちの方とかできないかなと思ったんですけど、も正直、えー、動画を編集して、どうのこうのやって、投稿してね、えー、これ、毎日投稿やってね、今、形作ってるとね、うん、とてもじゃないけど、ね、小説書いてる暇はねえぞ、これと。 え、いうことでございましてですね。まあ、またね、ちょっとね、こっちの方の活動とかが落ち着いてきて、行ったときには、 なんて言ったらいいのかな、まあ、その本格的にね、クリエイター活動っていうのをに、えー、でね、生活をしていくとかね、そういうようなことがいけるなっていうふうになってきた時にはね、その両輪の柱みたいな形で、またちょっと物書きの方も再開してっていうような感じで、まあ、物書き自体は実はそのシナリオたりするのに活かされてるんで、全然、えー、無駄ではなかったところではあるんですけど、うん、あその割にはあの当てずっぽりやってなねえかと思うかもしれませんけど、あの当てずっぽりやる方には、 あ,れですかね、ある程度そのでっかい道してるのドンドンっていうねストラテジーあの何、ー、て言われるのかなえーえー、っと 漫画で言うところのネーム原稿みたいなね、えー、ところをパパパッと作るっていうのがね、えー、できるっていうのはね、えー、一つのね、またそういうのが活かされてるんで、ある程度そのアドリブで行くにしてもね、えー、そのあたりとかを活かすとかっていうのがあったりするんで、まあそれなりに活かしててはいたるのかなとは思うんですけど、えー、とはいえですね、えー、と、あまりそのプレゼンツの方のね、やつが、多分今見ていただいている方、えー、と、400人ぐらいね、登録をいただいてるんですけど、多分もう400、今16人か、えー、 417人になりましたけどね、えー。っていうところで、この417人のうちの多分20人ぐらいは、このプレゼントとして活動してた頃を知ってる人って多分もう20人ぐらいで、全体の10%、5%にもみたいなんじゃないかなっていうぐらいになってると思うんですよ。 えですのでね、まあ、そのたりもちょっとね、長いもをちょっと長くてねえ、いろいろと説明するときとかにもね、えちょっと大変ですしということがあったんで、えー、英語のね、名前もえコンプレヘンシブクリエイティブサークルスタートルプレゼントという、えー、略して PRST という,、ねえー、いうような感じでね、やっていましたけど、さすがにちょっとこれ、ね、えー、長いぞと,ということでですね、まあ、ちなみに、えー、と広域的な創作活動を行うサークルっていうようなね、え感じのえー、意味合いになってる ですけどね、まあ、これももう英語ももう全部スターステールで統一して組織名ももうスターステールとしてね、まあ、グループ名組織名としてこれでやっていこうかなということでございますまあこれがねまあ組織的には相当大きいのかなと思いますちなみにあのロゴとかも全部刷新してねやっていこうかなと思ったんですけど えー、とか、まあ、刷新していく予定ではあるんですけど、あの、基本的に、まあ、スターステールのやつで今作ってるんで、まあ、そこまで変える必要もないのかなというところで、えー、と、あ前にね、その、昔、前に作ったロゴがお、そのまま転用しとってね、どっかでスターステールプレゼントって入ってる、えー、場合もあるかもしれませんけど、まあ、そのためにちょっとご利用意していただければ、一応、葬式名としては、もう、スターステールにしていきますよ、ということでございます。で、まあ、また、おいおいね、 ちゃんとねそういった創作活動とかもね、もう本格的にできるような環境を整ったらね、えー、そっちの方もまたね、再開するようなことになったから、のプレゼントって名前もね、また復活させてっていうところで、まあ今はね、とりあえずこの動画投稿、えー、こっちのコンテンツとか、まあ総合的なね、活動の方を、えー、優先していこうっていう、まあプレゼントがもともと文芸サークルだったんで、その文芸の活動っていうのがプレゼントの、えー、役割。 っていう感じになっておって、スしてステルどっちかというと、こういった動画とか、メディアコンテンツっていう感じでおったんで、まあ、メディアコンテンツにとりあえず、まずはね、こっち集中とか、リソースをとかしていった方がいいだろうということでですね、こういうような感じにさせていただきますということでございますね。えですので、まあ、これでは、だいぶわかりやすくはなるのかなというところもあって、うん、こうしていきますということです。まあ、というところですね。えですので、まあ、 一般的には、これはその YouTube のチャンネル的には、書いてある、なんか概要欄に書いてある、なんか細かい説明書きのところとか見てもらったことがある方なら、そこら辺のところに、この辺りのゲートとか書いてあったと思うんですけど、まあその辺りがね、ちょっと変わりますよということでございますので、多分普通に動画を見ていただいている方には特に何も関係のないところではありますよというところではございますね。で、ここはちょっと、えっと、動画を見ていただいている方だと、ちょっと、アイコンとか変わってくるんで、変わってくるんで、 大きいのは下の方の方がむしろ見た目には大きいのかなと思いますけどチャンネル名が変わります。 えー、今ですね、えー、これ、日本語で喋ってるか日本人の人しか見てないと思うんですけど、えー、そうするとチャンネル名のところが、スターステイル総合ってなってると思います。えー、まあ、うちはね総合チャンネルとして、いろんなノンジャンルでいろいろとやりますよっていうのをね、えー、表すのに、えー、スターステイルかっこ総合っていうね、隅かっこ総合っていうチャンネル名でさせ、えー、ていただいてたんですけど、この総合をとってもスターステイルだけにします、えー、っていう形でございますね。で、 これに合わせてで、これもしかしたら、えー 見ていただいている方の中では、たまに、いやいやいや、スターステール総合なんてチャンネル名になっておったんけという方もいらっしゃるかもしれません。もしかしたら、こっちのフォーマーネームっていう風に書いてある、スターステール山城で、えー、なってる名前でいつも表示されてるよっていう方がいらっしゃるかもしれません。えー、これはね、どういうことかというと、うちあの多言語設定がしてありまして、で普通あの、日本で発信してる人は、えーとね、一番多いのは、あのンヤさんとか佐川さんみたいにあの、ショートとかでやる人は、えー、アルファベットの名前 ね純夜とかっていうのを、えー、アルファベットを最初に書いておいてで後ろに平仮名に「純夜」って入れたり「下川」って入れたりするような形で、えー、英語圏の人に分かりやすいようにで日本語の表記を後ろに書くような感じで、えー、一発でね分かるようにするっていう形が、えー、一般的なんですけど、えー、海外に向けてやってる人で多言語化する時には基本的には日本語で書いておいて日本の人だと。えー、日本語で書いておいててお で、英語の人に向けにね、えー、その英語の解説学器を入れたりとか、多言語のね、それぞれの言語ごとに設定をしたりとかね、してる方もいらっしゃいますと。 いうところで、まあ、意外とそういうことしては、ウォーキングチャンネルとかそういったような感じでね、街ブラ系のやつで、えー、伸びてるところはそういった感じの多言語設定とかはね、全部結構30何ヶ国語ね、えー、同時で、えー、字幕配信とか入れてあったりしてね、すげえなと思いますがあれ多分自動変換ソフトなんか、思いっ使ってやってるんでしょうけどね、ちょっとその辺り、もううちも試してみようかなと思ったんですけど、わからなかったんで、うちのところ、とりあえず、せっとり早く実は、基本言語が英語に設定してあるんですよ、うち。 ですのであの、このチャンネルもね、このチャンネルも実は基本言語は英語で設定がしてあって、ですから、日本語で言語設定をで見ますよっていう風な、特に指定をしてない人には、もしかしたらこっちのフォーマーネームの方に書いてある、えー、スター・ステル・山よっていう名前で表現されている方がいらっしゃるかもしれません。で、これ、海外の人、日本国以外の人には、全、え、部、ー、これ出るようになってます。これ、なんでかというと、 ちょっと細かいところの話なんですけど、えー、と基本を日本語にしてやって、スターステールスっていうのを入れて、このカタカナのね、総合っていう方のやつを入れておいて、で、英語のやつにこの英語名を入れておくっていうふうにしておくと、英語の人にはこのスターステール山城が表示されるんですけど、えー、英語圏以外ですからドイツ語だったり、フランス語だったり、スパニョールだったり、中国語だったり、ロシア語だったりとかっていうね、えー、英語以外の設定の人には このカタカナと漢字の本のやつが表示されちゃうんですよね。えー、案内とかも全部その日本語の表示が出てしまうということね。そうすると読めないじゃないですか。ですので、えー、そういったね、海外、どこの国の人が見ても、とりあえずパッとわかるのって英語なんで、じゃあ英語を基本にしておいて、日本語の人には日本のやつが表示されるよっていうふうにしておいた方のが、わ、えー、かりやすいかなということで、えー、そのような、ちょっと多分日本のチャンネルでこういう設定してる人、えー 他に見果たしてそれでいいのかなぁと思ったんですけどまあでもパッと考えた時に単純にうんねええー、っとアフリカの人だったり中東の人だったりロシアの人たちの中でロシアだったり中国中国だとちょっとまた話変わってくるけどまあインドだったりね。うん ああどこでもいいですよ。他の、えっ、ー、と、英語圏と日本語圏じゃないところって言ったら、まあ、ね、韓国でもいいですし、えー、どこを取ってみたって、じゃあ、英語が読める人の,割の数と、えー、日本語が読める、えー、読み書きできる人の数って言ったら、えー、どっちかが多いのって言ったら、絶対英語の方が多いんですよ。えー、ですので、まあ、英語の方に、えー、そういう風にしておいた方が分かりやすいやろと。 いいうことでございます、ねえー、っていうような感じでこういう設定になってますということでございます。だからそんな中で、えー、名前がね、こうやって書いてあって、まス、あ、スターステールその英語の方の名前の方の説明でいくと、スターステール山城ってことで、まあ組織名とも私のね山城って名前を入れてあったんですけど、これをもう完全にも組織名だけに特化させます。まあグループ系チャンネルとしてね、えー、完全に一応機能していくような感じで、ね、まあ、多分今後もほぼほぼ8割9割型、えー、私がメインで一、えー、人で喋ゃべる ってっていうこういった動画がメインになってくると思いますけども、まあ、もしかしたらねちょっとね今ちょっといろいろと話をしておってね、うん、あの他にもね、えー、で代表って人が、ね、出やすいような感じは、まあ、作りたいなぁと思ってますしまあその うちだとね、同世代だとね、やはりカメラの前に出るっていう抵抗があったり、まあ、あと社会的地位とかね、えー、仕事の兼ね合いでね、も,もうね、えー、私みたいにこんなね、えー、自由奔放になかなかできる人も、えー、少ないですから、まあ、家庭を持っておって、ちょっと顔を出すのはねっていうような方とかもね、多いですからね、えー、そうするとね、えー、なかなか難しいですけど、まあ、ですからちょっと若い子とかでね、えー、一緒にね、こうやって撮ってくれたり、まあ、バカやりたいよっていうね、人がいたらね、またね、いろいろとやりたいようにしてますので、 まあ別に年代とかね、全然問いませんのでね。えー、というのもあって、まあ、ちょっと組織名をざっと出す。あと、まあ、単純に見やすい。えー、こっちの方が見やすいだろうということで、スターステール、えー、っていう感じしました。ですから、もう新チャンネル名はカタカナでスターステールって表示されるか、まあ、ニューネームでスターステ、えーえー、と英語で、えー、こういった感じでスターステールって表示されるかっていう違いになります。で、アドレスはもともとチャンネルアドレスって言って、マークのアドレスがあるんですけど、これはもうスターステールでずっとしてて、 でそのまま、えー、スターしてるになってますって形です。まあちょっと大文字小文字4って書いてありますけどね。たぶんね、これなんか大文字で入た後もね、あの、検索には引っかかってくるんで大丈夫そうです。えー、大文字小文字とかに半分で通なしでいけそうなんですけど、まあ一応こっちは、えー、小文字でアドレスは入ってますよ、というところですね。っていうのが、まあ一つ大きな違い、変わり方です。まあ組織名が変わりますんで、えー。ですからね、ちょっと名刺だけ作り直さないといけないですよね。えー、名刺あるんかって言ったら、実はね、名刺持ってますんでね。そうそうそう。 あの、メッセージと作ってあって、まあ、ああの、人種とかもね、書いてあるやつなんで、えー、ちょっとここでは出せないんですけど、一応、えー、挨拶回りとか行った時とかにね、あの、一応ね、あの、挨拶回りとそで、プライベートでその動画でね、いたりとか、まあ、うちもね、えー、何件かですけどね、あの、ありましたし、まあ、ああのー、 あの、政治系のね、やつとかのやつだと、そういうのでね、結構値して、結構名詞交換したりとかっていうようなね、感じとかがあったりしますので、そういうようにね、作ったんですけど、まあ、あの、確かにその時もね、ちょっとね、長ったらしいなっていうのがね、あれ、えっと、こちらはどういうようなっていうね、感じで、ちょっと分かりにくいところがあったんでね、もう単純にサステップにしていこうということでございますね。よいしょ。 ということで、まあ、総合とかもなしで、もうさっとスタッフセルってわかるような感じでね、しておこうという感じでございます。まあ、これね、うーんとね、ちょっとまだね、ちょっと YouTube の仕様が変わったんで、またあれなんですけど、えー、これもね、ちょっともう一つちょっとツッコミがありましてね、まあ、そのとこコ正直どうでもいいなと思ったんですけど、あのー、 このチャンネル名ね、あの、その、チャンネルやってますよって感じでやつで、まあ、別に私も他の人の動画とか見てね、動画と、あのコメントとか投稿するとね、なんかね、あの、いや、お前、売名行為やってんじゃねえよ。そういうの恥ずかしくねえのかみたいなことはね、ちょっとね、言われることもあるんですよ。ですからね、まあ別に普通に書き込む人だけやしって、ね、いうのがあったんですけど、まあなんかその、売名行為的に見られるのかな。その、大きいチャンネルとかでね、バーって書き込みしてね、普通に感想とか書き込むだけやし、別に 私も書き込んであったとって、その、あの、あれですよ、ぜひこちらのアドレスに登録あ、あの、このアドレスをクリックしてくださいみたいなね、感じのことを書いてるんだったら、さすがにね、うちも、えー、おいおいおいどうなのっていうのもまあ、たまに来ますけどね、うちのところのコメント欄とかにもたまに来て、えー、ますけど。 別にそうじゃなければね、普通に本当にちゃんと感想書いてるんだったら、えー、別に全然そのチャンネルのやつでも、ああ、で、こういうチャンネルやってんだってね、えー、別にそのクリエイターの人はそんな気にすることないと思うんですけどね。えー、ですけど、えー、いや、そういうのは、そういう、あの、売名行為的なことで、そういうのはちょっといやらしいんじゃないかみたいなことをね、えー、チクチクとなんか言われることもあったんだよね、もう、もうどうしようかなっていうところだったんですけど、まあ一応まあ、この辺り、まあ、スッキリさせておいた方がね、いいのか、 かなっっていうのがあ,あ,あったんだね、これ、あそのなんで、あえー、元もともこもないって言ったかっていうと、の YouTube の仕様が変わって、あれ、アドレス名が表示されるように変わりました。私の設定、ブラウザの設定の兼ね合いなのかな。あの今まではねその名前とかが出てたんですけど、そこのところがねコメント欄のところになんか最近もうアットマークのやつしか出てこないようになってるのかな。 なんかそういうような感じに見えるんで。 まあ、変わったのかもしれませんけどね。まあ、どっちにしよう。まあ、それでさせているというふうに。まあまあ、わかりやすいのがいいかなというのはね、ありましたんでね。まあ、もともとシンプライズって言ってね、あのー、あんまり複雑にするよりはっていうところがあったんで、まあ、もともと私もね、あんまり細かいことをね、ガチガチガチっとね、えー、その、やるよりはもう、ドーンとね、バーンとやってもらった方がね、手っ取り早いんでね、まあ、これでいこうということでございます。これはもう、たぶんしばらく、また10年ぐらいはこれでいくんじゃないかなと思います。まあ、大体、 5年、6年単位ぐらい書いてるのか、えー。サークル名とか名前はね、えー、ですけど。まあ、これでしばらくは落ち着くんじゃないかなと思います。が、1つ目の変更です。ということでございます。で、2つ目。えー、個人チャンネルが指導します。えー、っと、チャンネル名がね、山城、ブレイクしね山だってなってますけど、これは、えー、っと、さっき言った方式ですね。あの、純也さん方式。うん こっちは完全にもう国際向けのやつにしていこうということでございまして、えー、チャンネル名が山城、ブレイクしね山田となって,なってます、えー。アドレスは山城にしてあります。YMRY o えて、まあ、いつもどっちかあの、ツイッターとかでも使ってるアドレスと全く一緒ですね。えー、あ、ツイッターは大文字だっけ ?Y、ねえー、ですけど、っていう感じでございます。で、えー、こっちの方で何やっていくかというと、今までね、スターステイルであの朝の10時に投稿してた国際向けの小通動画、えー、これをこっちに移していこうと思います。あれ、まあ、その、 ぶっちゃけそんな組織感なかった、えー、ところでね、えー、だったんで、あれなんですけど、まあ今までね、ちょっといろいろとバタバタってあったね、4 t ュブとかをまとめてやってね、それ、あのバタバラだったのがね、えー、感じするのが難しいなっていうのでね、えー、これをくっつけたんですけど、うーん、とはい,いね、さすがにこのショートに関しては、うん。 ちょっとメリットを読むデメリットの方の方が大きいなってことが分かってきたんですよね。まあ再生数は、あの、今、ほぼほぼこっちの方で稼いでる状態。始まり方はこっちの方で再生数を稼かし,してもらって30万再生もね、累計で1てというところだったんですけど、まあそこまでのね、えー、累計再生が入ったところで、えー、登録者数をね、鑑みたときにね、えー、これね、まあ、今ちょっとまた変わってきてるかもしれませんけど、一般的にはね、えー、大体200再生につき、200再生につき、えー 1>, 1人、登録者が増えるようなペース、200分の1、0.5%、チャンネル、えー、登録者数の対比が0.5%、えー、以上だと、まあ、実は順調にチャンネルとして成長してるって言われている指標があるんですよね。で、まあ、うちはあんまり登録者数は全然気にしてないとはいえ、1000人まではね、いかないと、その、えー、チャンネルのね、収益化の土俵にもね、乗れないんで、そこはね、ちょっとさすがに1000人までは意識をしてるんで、そこのところでね、パッと見たときに、うち30万再生なんですよね、今、ルイ 30万再生でじゃあ、えー、何人取るかというと400人なわけですよ。ですから本来は、かつえーえー、っと20万再生っていうのが一つちょっと頭の中にあったんですよね。まず20万再生どういうことかというとその200人に1人、えー、が登録するよっていう、えー、200回に1人、えー、200再生につき1登録者の増加っていう、えー、一般的な、えー、ところのペースっていうふうに考えたときには、えー、20万再生、逆に言うと入れば 1,000、えー、人には達成するよねっていうぐらいには これがいわゆる低めのところの、まあ、最低限の伸びラインだよねって言われてるところなんですよ。で、そこに対してうちのところは実は今30万歳してるんで、ですか本来だったら1500人ぐらいはね、行ってないといけないよねっていうところで、えー、400人ということなんで、やはりこれはちょっとあまりにもちょっとニーズとかけ離れすぎているのかなというところで、まあそんな中に何があるかというと、結局スターステイル、その超ョで入ってきた人が、えー、ロング動画もね、あの、の方にも導入してくれたらなと思ったんですけど、えー えっと結果的にはこれが、今、ロング動画の再生がさらに減っちゃってる状況になってるんですよね。ですから、そこのところのサジェッションに向いていないで、えー、さらに言うと、ちょっとどっちとかになっちゃったら、えー、ショート動画の方が国際向けで作ってるんですけど、えー、今ね、ちょっとね、またね、日本人のアクセスの方のが9割以上になっちゃってて、それでちょっとね、低評価率もね、えらいつ、えー、増えちゃってるんですよね。これ、日本人が見たら絶対つまんないんですもん。 うん、ですから海外の人に、えー、見てもらうと、うんえー、どっちかっていうと、えー、その辺り興味持たれるんじゃないかなって作りにしてあるので日本人向けの味付けに全くしてないんでね、えー、日本人から見てみたらねまあ全く持ってね、えー、食べれたもんじゃねえみたいな感じになっちゃいますんでね、えー、っていうところのところで、えー、なんですけどそのロング動画と兼ね合いの あるんで結局日本国内向けのおすすめが流れちゃうというのがあるんで、もうこれはもやはりちょっと新しいチャンネルでね、えー、一発一発というかね、あの完全に国際向けは国際向けで、えー、ちょっと分けてまった方のが良さそうだなと、えー、いうことですね。ジャンル分けという概念はそんなに持たないようにとは思ってたんですけど、これに関しては完全にその視聴地 のニーズが完全にかけ離れててしまってるんで逆にそれで視聴維持率とか完全に下がってしまってて、これちょっと後々大きい悪い影響を与えそうだなというふうにね、まあ再生数は実際これで増えてるんですけど、1万再生切ることもまあない、1万5000から2万再生ぐらいはね、稼げるようになってるんで、あれだかなと思ったんですけども、これはもうこっちの方でやって、こっちの方で成長させた方のがいいのかなというふうに思ったので、分けますというのが一点 もう一つで、ね、えー、理由があって、まあ、これ今、毎日投稿で1日2本投稿って形でね、コンテンツ数を増やしたいっていうのもあって、えー、そっちにね、CG を置いてやってたんですけど、まぁ、あ、正直ね、えー、ちょっとね、えー、なかなか、えー、ショー仏とロングをね、えー、両方とも1本ずつアップロードっていうのはね、まあまあしんどいなということでございまして、ちょっとコンテンツ落とす、 こっちの方でね、えー、調整を書きたいなと。ショートの方の方が再生とか伸びてるから、まあ、こっちでちょっと、えー、勝負をしてみるのかどうかっていうところがあったんですけど、まあ、単純にちょっと弾切れという、弾切れって言っていいのかな。えっ、ー、とね、弾は今ね、20パーツぐらい残ってるから、全然弾切れ、一般的な感覚で言うと弾切れではないと思うんですけどね、えー、ショートの動画のストックが25本、えー、あって、えー、25本あるのか。で、えっ、ー、と、 ロングの方が、えー、と、スイ 80本分ぐらいのストックがあるんで、編集すればね、80本分ぐらいは動画が作れるかなというストックがあるので、全然ストック多めなんですけどね、えー、ですけど、まあ、あとはその時間とのかに、ね、ですね、えー、2つ出してどうのこ残るというところで、で、えー、いうふうに継続してね、撮っていくよっていうふうになった時に、そのご飯をを、ね、食べる系の動画がやっぱ伸びるんですけどね、これね、その毎日外食がね、まあ、ちょっとやはり金銭的に厳しいと。えーまあ、弁当とか なんでねその普通に外食するよりはだいぶ安く済むとはいえですね、うん、基本的に1日の食費を300円以内に抑えたいなーって、えー、言ってる人からするとですねやはり400円の弁当ってもうそれだけで1食でアウトになっちゃってでしかもあのー、仕事の兼ね合いでね、えー、その弁当 えー、なかなか自宅ができない時が多かったり、さすがにね、朝4時でに出るぞっていうね、えー、いう時にね、えー、じゃあ3時から起きて弁当作ろうかっていうふうに、これさすがに、ね、ならん <laughs> というのがあったりしてね、まあ、で弁当の代わりの、ね、まあおにぎり1個とか買うとも、もうそれでまあ300円近くになっちゃいますからね、えー、っていうことなんでね、なかなかそこが難しいところでございましてね、まあちょっと食費を、えー、抑えるのにもね、ちょっとこれ一本ずつ絶対 500メートル食べとると完全に破綻するなっていうことでね、その辺りとかの兼ね合いもあって、まあ、ちょっと不定期にするような形でね、ちょっと負担を減らそうという形でございます。まあ、とはいえ、多分しばらくはストックもあるんで上がるとは思いますけど、ですので、ね まあ何やかんやと、結局何やかんや食べることがあると思うのであげようとは思いますけど、それをね、えー、ニーズとして組むのに、まあ、国際向けにするのもありだしっていうのでね、えー、いうのがあって、その個人、もう完全個人ネットを作ろうということになります。ただ、これね、作るって言ってますけど、実はこのアカウント自体はむちゃくちゃ前に作ってるんですよ。どれぐらい前かというと、このアカウントのね、創設がね、2000、調べてるたら2009年の3月に作ってるんですね。 そう。あの、なんでかというと、その2009年の8月から動画投稿を開始した。 って言っているじゃなででですすかニコドーで開始したんですけど実はその2009年の8月の初投稿動画をするまでに準備をしてた期間があって、その時に YouTube で投稿を始めるか、ニコ動で投稿を始めるかね、えー、どうしようかなと思ってたんですよ。ですので、そのどうしようかなと思ってた時に、一回 YouTube も YouTube で実はチャンネルを創設してたんですよ、えー。そのチャンネルがね、ちょっと見つかったんで、そういうあったなというんで、ねえー、それがね、ですから2009年3月の席なんですよ。うん、だからあの このチャンネル動かしるとおいたら、とりあえず、なんかめちゃくちゃ、あ、なんか、あの、高ウさんっぽい感じは出せるかなっていうね、でっぽいですけどね。そういや、そう、今度はロング動画3分ぐらいのね、動画を,を作ってね、やはり作品としてはなんぼだろうっていう考え方があったんで、 私の中でね、えー、っていうのもあったんで、えー、それぐらいの動画が投稿できるのは実は、えー、とニコ動の方はできて、えー、と YouTube は確かね10分以内の動画しかできなかったんじゃなかったかな当時だからねあの昔の h i k a k i n さんとかの動画でもはじめさんとかでも短い動画が多かった のは、その、下アップの動画が多かったのは、単純にね、確かね、YouTube のね、その投稿規定のね、兼ね合いだったと思うんですけどね。うーん、確かね、うん、YouTube は時間制限に10分までの動画ですよ、とか15分までの動画ですよ、みたいな、えー、縛りがあって、で、ニコニコ動画は、えっ、ー、と、投稿する動画の容量制限だったんですね。ですから、容量を落とせば、えー 要領あの高画質のね動画を上げるなら YouTube の方のが高画質だろうか低画質だろうかなン政権で上げてるし、えー、ニコロの方のはえー 逆に言うと、高画室の動画だったら全然ね、短いやつしか上げるやんけど、低学ね、そんなに画質にこだわるんであれば、えー、長時間動画も上げるよっていうのでね、当時で、えー、やっぱ30分動画作ろうと思ったら、もうん、完全にこっちだなっていう感じだったね、ニコ道に行ったような感じだったと思うんですよね。もう、何せ15年前の話ですからね。そう、3月だったら、さあ、それを検討してるのが3月とかだったんで、もうこれはもう15年前なのか怖いなっていうところですけどね。え、14年前、15年前円で、え、え、くらいですよね。 とことでございますっていうような感じであったので、だからその古いアドレスをね、ちょっと、えー、復活させる、えー、復活というかそのままあったのをね、えー、じゃあちゃんと動画投稿できるようにしてこうかというところでございますね。まあ、これで国際向けにね、とかさせて、えー、どうなるのかというところと、あとこれはね、完全にあの名前を。 読むようにしてあるんで、まあ、こっちの方で、まあ、なるべく、あれかな、えー、他のところの動画の、えー、絡みとかも、こっちの方でやってこうかな、という感じでございますね。よ、え、う、ー、に一応こういう感じのを作ってみました。作ってあったのを、えー、動かすようにしてみました。これが、その、もしかしたら、 えー、元に戻すかもしれない。全然泣かすとか、全然ダメだ。えー、こっちの方にこうしてもダメだなっていうのをあれば、はい、になると思います。ですから、えー、と山田もくもくまず映して、まあ、山田チャンネルとか、アグレスチャネルとか、あの手の、えー、チャレンジ系とかのやつをいろいろと、おにぎりのやつとかね、あのあたりとかを、えー、順次、映、えー、していって、向こうでもその旧作動画も公開するような形で、コンテナと確保して、えー、ですがちょっと20カプリになっちゃうところもあるかなと思いますけど、そのあたりをちょっとね、えー、とこっちの方限定 後悔にするような形で、まあ、コメントとかもね、いただいてるところもあるんでね、えー、やるのか、まあそう、別にそこまでいちいちクファイる必要もないのかなと思うんですけど、多分その、他のね、チャンネルでね、あの全然ね、第三者の人がね、その、あの、 勝手に違法アップロードしてましたって言ったらね、それはね、あのも、もちろん同じ動画をコピーしてアップロードしてましたってなんてらは問題ですけど、えー、基本的今はね、ちょっと同じ権利者のね、元でやっていることなので、うーん。重複は は特に、えーまあ、もしあれだったら、ちょっと,、えー、と、こっちの方で公開してるやつと、順次切り替えるような形で、まあ、何せ、えーと、ショーツだけで、今、400本ぐらいあるのか。ですからね、全部ね、行き出し入ってね、映すのもね、えー、できないんで、えー、ちょっとね、今、順次、えー。とりあえず、えー、とね28日、えーと、28日の朝、えー、明け方から,からですね、えー、1時間1本ずつショーツをね、向こうの方でバー あーっと,とりあえず20分ぐらい、30分ぐらい、とりあえず1日あげてみて、えー、で、様子見るというような感じになります。なので、6月以降の、えー、6月1日以降のね、えー、は、もうこの完全にこのスターセールの方での、えー、早ければもう28、29、この動画が上がる頃には10時台の、えー、動画が向こうに映ってるかなと思います。うん。 以降はねもう完全に向こうのそのコールニンチャンネルの方でスターセールのそのあスターセールじゃない山用のその、えー、個人 え、ショーツ動画は上がりますよという感じになりますよということでございます。まあこちら方はね、えー、ちなみに、えーえー、旧作もこちちはコピーコってカーですね。っていうことでございます。で、まぁ、あ、国際向けにね、やっていくときにね、えー、どこにね、ちょっと、じゃあ、コンセプトとして置こうかなということで、まぁ、あ、一応、うちのところとしては、インタラスティングジャパンということで、えー、 国際向けでやっていくのにインテレスティングをね、ちょっと、えー、に、えー、重きを置いてね、やっていく形でいこうかなと思っております。これどういうことかというと、えっ、ー、とね、簡単に言うと、 えー、動画をね、その作るときのその、じゃあどういうね、えー、ジャンルに特化していくのかっていうような話とかしたときに、細かい細分化の話はあれですよ。あの、専門系のあれでどうのこのとかいうようなジャンル分けとかで、もっとざっくりとしたね、ストラテジーのところの話でいくと、じゃあ動画の作りを国際向けに作るのか、国内向けに作るのか、日本向けに作るのか、えー、国際向けに作るのか。 ええー、っていうね、えー、ところの比重と、ええー、国内向けに作るのか、国際向けに作るのかな、非常に。ええー、とね、ぱっとところかな。まあ、こんな感じ、ええと、こっちにしようかな。 えっとね、こんな感じでうん読める、えーっと、国際向け、国内向けみたいな感じでね、こういうような横軸があるとするじゃないですか。で、えー、基本的にはそのショーツ動画にしろ、ロング動画にしろね、えー、いわゆる今、国際動画のところがショーツでわーっとなってるよって言われてますよね、えー。っていうところで見ていくと、まあ、全体的に見ると、そのショーツ動画、日本人のクリエイターでもショーツ動画として伸びてるのは、淳也さんとか佐久間さんとか、えー、松崎さんとかもね、えー、基本的にはこの国際動画。 国際向けににも作っっててるよっていうのが比重になります、ねまあ、松崎さんはちょっと日本の人でも面白くなる4人くらいの、えー、ちょっと比重だったりも完全に振ってる純也さんとか完全にこっちの国際向けに振ってたりとかね、まあ、国際向けって言うとアジア向けだったりちょっとヨーロッパ向けだったりとかっていう違いはあるんですけど、まあ、基本的には日本人が見たって何が面白いんだっていうようなのを作ってるっていうところでですねで,ではなくてそのショート動画でも、えー、国内向けに作ってる人もいっぱいいますよねっていうところでございますですからこの国内向け国際向けっていう うふうになるんですけどえー、とねここにプラスね、えー、大事になってくるのがその、えー、どういう面白さを追求するのかっていうところでね、えー、と一般的にはその面白さ面白いとか興味があるとかっていうのでまあファニーとインテレスティックっていうのがよく使われるんですよねこれ日本語だとちょっと、えー、分業する言葉が難しいえー こ中でファニーっていうのとインテレスティングっていうのがあるんですね。 で、インテレスティングがどっちかというと興味深い、ほほうっていう感じのやつね。で、ファニーっていうのがガッハッハーっていうやつですね。えー、っていうような感じのイメージと思ってください。これちょっと日本語の例のね、文体の表現は難しいんですけど。で、いうふうに見たときにですよ、こうやっていうふうにグラフ分けをしてみたときにですね、じゃあ、この大きくこの4つの,のでっかい人だったり、ジャンル分けをしたときに、国内向けっていうのは、えー、比較的、えー、国内向けでファニーよりっていうのも、まあ,ある、あるのはあります。 あっ、ね、ガハハゲラゲラってもらえるねドッカーンってやってドッツキマンザみたいな感じでねああいうような感じのもうまあまあまああるにはあるけどインタレスティング系がちょっと多いのかな国内向けは国内向けだとまあいろいろちょっとでね1分で解説動画みたいなやつとかでえっと あれもまあそうか、寿司ラーメンリクさんとかあなたあでも国際向けのものを踏み込んでる感じがしますけど、えー、大事なのはね、えー、とそう国内向けだとそのショーツ動画とか、ね、で見てみても、国内向けはまあどっちもやっぱいますよと、ね、日本から発信してるので、ね、国内向けプレイヤーってたインテレスティングにやってるのの,の典型例は、えー、中田敦彦さんとかね、はこのインテレスティングの方ですね。あとゆっくり豆知識とかもこっちの方に入ってくるのかなというところです。で、えー、いうのが、えー、ここね、えーと インテレスティングだ国内向けっていうところですねうんまあ言うなれば a b c デ、ねえートねここ、えー、4つの枠にするとですよ、えー A の枠に、えっ、ー、と、C の枠にいるのが、その、中田敦彦さんとか、そういう感じになってくるのから、でかいところだとね、っていう感じですし、まあ、他にも、あの、ね、ショートで見てると、いろいろと、そういった、えっ、ー、と、10秒でわかるみたいなやつとかね、あの、1分でわかる、何々みたいな感じでね、えー、出てくるじゃないですか。で、えっ、ー、と、国内向けで、あと、ファニーに振ってるところっていうと、どこかな、 ま、初期のユーチューバーさんは、どっちかというと、このファニーですよね。えーうん、あの、メントスコーラとかね、やってたような時代の、えー、えー、感じのユーチューブっていうのは、どっちかというと、こっちですね。国内向けでも、えー、え、え、な感じとかあったりとかして。で、えー、B のところが完全に純也さんとか、佐久間さんとか、いわゆる日本人が見てもなんじゃこれっていうようなんですけど、国際的にはドッカンってパズってね何千万再生とかをどんどん稼ぐよっていう、何億再生とかはね、全然いきますよっていうのは、こっちなんです。ファニーの、寄ってる中で国際向けに、 言ってるんで結局やっぱこっちの方が、えー、日本語はねどんなんかき集めても、えー、2億人足らずのね、えー 人人口口しか、えー、言語人口がいませんけど国際英語っていうとね、英語の、英語圏の、えー、で暮らしてる人でも,もう5億人とか10億人、えー、5倍近く差があります、えー、7億人とかの差がありますけど、英語が分かる人と、えー、日本語が分かる人っていうと、えー、日本語が分かる人は、えー、3億人もいかないよねて、えー、2億人もいかないんじゃないんですけど、英語が分かるよっていう言語の人は50億人ぐらいはいるわけですよね。えー、50億いい 30億とかかなですからそれでも,も10倍以上ねマーケティングシェアとしてはでかす全然規模が違うわけですよ、えー、ですからこの国際向けの方のが圧倒的にパイは多いそんな中でこのファニーに振ってる人はわーって言うんですけど実はこの国際向けにインテレスティングに振ってる例の層ここで言うねちょっと見にくくなってるけど例の層ここの層ってじゃあどこがあるのかって言われた時に とないんですよね、うん、国際向けに日本からインテレスティックを追求して、無言語でやってるところってないんで、じゃあ、うちはそこかなということで、えー、比較的やってます。なんで、その何、早食いとかって言ってもね、まあ、なんかめちゃくちゃ早くやったりね、ぐちゃぐちゃにしてね、うわーっていう感じじゃなくて、まあ普通に食ってるじゃないですか。えー、っていうのは、えー、結局、インテレスティングに振っていくる。何を食ってるのか。 に、えー、ですから、えーはうえー、どうのようにやるのかっていうところに持っていくんじゃなくて、えー、何をしようとしてるのか、ファットンの方に、えー、興味を持ってもらうとかね、そういうような感じのところに、えー、持っていくのに、まあ、なんとか無言語がね、どうやってやるか、英語喋れないんでね、えー、そらせをどうやっていくかっていうところあるんですけど、まあ、ちょっとね、最近山田もぐもぐいろいろとやっとって、あ、まあ結局あの、 タイムアタック的なね、あの、要素をもう省いてしまってね、まあ、ただただ食べてる映像を流して、えー、食べてるやつの写真をね、適当にピタピタって貼った方のがね、えー、視聴費支出もいいし、実は、ね、あの伸びがいいということなんで、えー、そっちの方に特化させるような形でバーッとね、えっ、ー、と、じゃ特化させたら、こっちの個人インチャンネルの方もね、えー、15年の長い眠りを経て、えー、14年が、えー、長い眠りを経てね、もしかしたら開花するかもしれませんのでね、えー いうような感じでね、ちょっとそういった感じでやっていきたいなと思っております。ということでございます。一応簡単に言うと、その、レッドオーシャンって呼ばれてる YouTube 界でも、実はここって全然人がいないんだから、うん。え、もしかまあ多分ファニーの方のが、その、ファニーな、国産向けだとファニーの方のが絶対的に受けると思うし、ね、人気も出ると思いますけど、でそんなに人気がないであるインテレスティングの方でも、えー、 比率が例えば8、人ぐらいだよっていう風になったときに、2しかなくてもね、その30億の2割だったら、30億の2割だったら6億いるわけでしょ。30億の2割だったら6億でしょ。日本語派の全人口日本の全人口の4倍近くいるわけでしょ。だったら、ね、全然ありなわけでございますよね。うん そっちの方で、しかもそこに狙ってる人が全然いねえんだったら、ここをやってくるのを、ああ、ちょっとおもろいんじゃねえか、ワンチャンというか、ここしかもうワンチャン残ってないんじゃないかと思ってね、えー、そういうような感じこのいわゆる国際向けのインテリスティックを追求していくショーツっていうので、まあ、どれぐらい行けるのかなっていうのちょっと試してみたいなというわけでございますね。うん そういないんだよいあの。やってないんだったら、やってみる価値はあるのかなというところでございまして。まあ、もしかしたら私が知らないんだけど、もすでにね、取り組んでいるところがいっぱいあってね、私の知らない英語圏では、全然もうバズってる、こっちのインテレシティング用のね、日本人のクリエイターさんいるのかもしれませんけど、まあ、一応、ここが一番狙い目かなということでね、で、国際向けのところね、当たったらね、やはり大きいというのは大きいんでね、さっき言ったように、その、市場がどれぐらいなのか分かりませんよ。もしかしたらこれがね、 えーえー、8、人かなと思ってたら、5、5ぐらいだったらね、ね実はもうめちゃくちゃでかいマーケットですからね、うん。っていうようなところだったりするし、あとね、国際向けの場合はね、日本人と、えー、ちょっとね、日本向けと、えー、大きく違うのが、重複する人が多いということですね、えー。簡単に言うとその、こういった余暇に避ける時間が圧倒的に多いんですよね、海外の人って。自分のための余価、えー、に使える時間っていうのがね、非常にね、えー、圧倒的に違う。えー、その余暇に使える 時間っていううとところで言ままあ、まあ、まあ、ちょっと差はあるっちゃあるんですけどその床の中で限られた時間削られている時間の中で例えば猶予が、えー、と日本人は2時間だとします、えー、いろいろとねもろもろと合わせてやってもフリーな時間が2時間できますと海、えー、外,外の場合は3時間できますってなった時にはじゃあそのフリーの時間2時間がの中でどうやっていくかっていうとそれが、ね、若いうちはいいです。あの 自分のためだけに使えるんですけど、それがね、例えば、えー、結婚すれば、えー、奥様のための時間とね、えー、共に過ごすための、えー、共有する時間が必要になってきたり、子供が生まれた子供にね、使う、えー、費やす時間が生まれたりで、ですから、例えばね、見たいものがあってもね、子供がね、見たいっていうものに合わせるような感じになっていくとかね、そういうような感じのやつですよね、簡単な流れで言うと、えー。っていうような感じで、自分 のフリーの時間でも自分のために使える時間っていうのが限られていくわけですよ。そういったときに2時間持ってる人と3時間持ってる人だったらどうしても共有して子供と、ね、見る時間っていうのが共通に30分取られたとしましょう。えー、ね、えー、で えー、で、えー、そこからね、えー、家族会議ね、お、え、子、ー、様と今後についてどうするのかみたいなね、どっかで、ね、30分とありとしましょう。じゃあ、残り1時間ってなった時にね、例えば会社のためにね、うん、新しいことを覚えないといけない、ねえー、例えば新しい資格試験の勉強をしないといけないよとえー、あとはね、やはりちょっと会社のね、えー、仕事に必要なね、えー、知識、ビジネスニュースだったり、あのえー、そのビジネス雑誌をね、読んだりだとか、フォーブスを読んでみたりとかしてね、国際情勢が必要になるのかとかね、政治問題とかでね、うね、 いうようなのをねある程度、その、して帰かえないとき、まあ、この、ね、40代とかになってくると、そういうのが求められる立場になってきたりするわけですよね。そうすると、そういうのに1時間ぐらいを割かないといけない。ってなったら、じゃあ、いざ好きなバラエティを見ようという時間なくなるわけですよね。ところが、これが同じ比重のままでいっても、海外だったらそれで2時間で、もう日本人には1分たりともね、じゃあ、バラエティを見て、は,はははっていう時間が残されてないのに対して、3時間あるところの人たちだと、そこでプラス1 1> 1時時間間自分ででの時間が作れるわけですよっていうような感じですね。ですから、その日本のバラエティが伸びにくいってのはそのあたり、あの大人向けのバラエティが伸びにくいいうのはそのあたりもあったりするんですけど、で、いうふうになったときに、ですから、えー もうこれしか見ることができないっていう、その限られた時間っていう、限られたが、実は日本と、えー、海外では、その同じように、えー、パッと見たときにはね、日本人の余暇が2時間で海外が3時間とか,かれ、今適当に言いますた、多分日本の場合、パッとね、取れる余暇の時間っていうのは、40代のサラリーマンとかになったら多分本当に1時間とか1時間半とかになってくるわけですよ、今だと、えー。で、いうのが海外に行ってみると、これが2時間半だったり3時間だったりするというふうになってくると、単純人、ああ、倍多いんだなっていう。 だけじゃないですよね日本人はその中で、えー、ノルマとしてね、えー、絶対にねやらなきゃいけないよ事実上やらなきゃいけないよっていうことかね、えー、同じ、えー、で時間ね、えー、例えば、えー、2時間と3時間で、えーと2えー、1時間半ね決まやりとったら日本人に残されてる時間は30分だけを、えー 海外の人に任せてる3時間だったらそ、えー、それが海外の人だったら、えー、と1時間半になって3倍になる、えー。これが4時間、海外の人が4時間日本人が2時,間2時間で同じような90分縛りがあるって考えるんだったら、日本人は30分、えー、海外の人は、えー、っと120、150分になるから、えー、実は倍じゃなくて、えー、っと、えー、っと、余計にかえる時間がですから3 0か、 かける150、えー、ですから、えーと、5分の1になるっていうことなんですよね。ですから、全然時間余裕の生まれ方が国際、海外と日本では変わってくると、えー、いうようなこととかを考えると、えー、こういったような日本人だったらわざわざそんなに時間作るんだったらみたいなものでも、えー、受け入れられる、しかも60億、30億、ねえーえー、人口がある。 ねえ、言ったらね。で、しかもそれでやってない人が、あの、やってる人が少ないんだったら、もう全然やってみる価値はあると思うんですよ。実はここだけを、うちはぶっちゃけブルーオーシャンじゃねえかっていうぐらいにまで踏んでます。まあ、実際は多分そうじゃないと思いますけど、私の読みって、でもね、結構ね、大きいくくりだと結構当てますからね。でっかいくくりは結構当てるの得意なんで、自分で言うのもなんですけど、だって、15年前に動画投稿して、顔出しして動画投稿して、うん。 ね、あの2009年の段階で、そんなユーチューバーでで、こんな y o u t u b e リームとかって、夢もなんもなかった時代ですからね、2009年なんて。うん。本当に、本当に。うん。だから、まあ逆に言うとあ、あそこの時にちゃんとシフトしとればと思ったんですけど、ね、言われるかもしれませんけど、まあ正直それはね、あの、年齢が年齢だったね、もうちょっときつかった方、もうね、一人暮らししていて、社会人で、まあその社会人の会社がダメになっちゃったんで、あれだったんですけど、うん。 ねえー、ですから、まあ、資金繰りがね、もうすでにね、えー、結構、家賃滞納しやんのあかんくなるかなあ、わーっていう感じだったんでね、えー。そんな時にね、5年後に向けてでやれるよりも、まずちょっと先のところで。 っていうのがああったんでねまあ、そのあたりとかちょっとね、えー、確かに、ね、わあ、とか5年はかかったらなとは思いましたよ。うん、これねってタイミング的に、あとこ年はかかったな、今からちょっと無茶してね、えー、こっちの方に特化してっていうのもできるかなと思いながらね、見ておったら、あれよあれよというまあ2015年2016年ぐらいにはね、YouTube 全盛期になっておってなー、あれ YouTuber 全盛期そうニコルの方にさってたんで、あれあれあれって感じだったんですけど、まあそんな感じでしたんでね。まあ、という感じで、まあ、だからそういうふうにして、まあ、えー、個人の地雷になって、そういうような。 うような感じ、個人発信のところでとかっていうのでどんどん行くぞっていうような感じで重きを置いてまあですからまあねうんまあなんだろう まあ一応うちも古い動画残さずにね、えー、あの、けさずにね、残してあったのがちょっとだけ残ってるんでね、えー、それでね、えー、ドヤ顔してますけど、まあ一応さすがにいいっしょ、あの、ちゃんと暴行した実績がね、あの、サーバー上に残ってますからね、デジタルタツーとは皆さんには言われてますけど、えー、同世代のね、えー、な仲間内からデジタルタツーだとかいう、いろいろと言われておりますけど、まあとはいえね、 まあ私にとってみればね、ちゃんと2009年から、8月からね、動画投稿をやっとったぞって、まあ、あの証明、まきでもね、証明にはなりますからね、えー、っていうことなんでね、うん。 まあまあ YouTube とねニコ動なんでね。まあ全然 YouTube 界においては全然後輩、入りですけどね。ええー、っていうようなところがあったりしますけど。まあそういうようなところとかもね、踏まえてね。結構、だから長い目で見たときに、事業化とか考えるんだったらこっちじゃねえかなと思うんで、ちょっとこっちの方もね、えー、まあもちろん力はね、ちょっと入れてやっていきたいなと思います。ええー、というところでございますね。まあただ毎日どことかだとちょっと難しいのが、まあ本当はこっちの方が数報つ方が面白そうではあるんですけどね。えー まあこれも、ええ、やれるだけのことをやると、えベストを尽くすという形でね、やっていきたいなと思います。ていてことで、これがね、二つ目の発表です。長い発表になってんね。えで、最後、三つ目ですね。これ、ちょっとまた大きい発表なんですけど、ええ、これです。スタートされ スターセールの、えー、パートナーシッププログラム STPP というものをね、指導します。ということでございます。これに関してはね、ちょっとね、この後、もう一、えー、本動画撮ります。さすがにこれの説明ここで始めると、プラス2時間くらい撮られちゃう恐れがあるんで、えー、ちょっと一旦ここは切ります。これは、えっ、ー、と、あっと、明日あげていただけます、まあ。なるべく早めにあげます。えー、簡単に説明しておきます。えー、とスターセールプロ、えー、パートナープログラム、逆して STPP。 て呼ばせてもらいますこれはれですね、スターセールの切り抜き動画、えー、作成いただけるクリエイターを募集するという企画になっております。ですので、のうちのね、スターセールの動画の切り抜きをね、作ってみませんかと。とか作ってくれませんかというわけでございますね。で、えー、いうような形になっております。 えですから、いわゆる切り抜きチャンネル、今、全盛じゃないですか。っていうところで、ね、その切り抜きチャンネルをやってみませんかということでございますね。で、えーまあ、ざっくりと、えー、特徴だけ説明しておきます。えー、と収益分配率100%です、えー。ですから、あのその切り抜きチャンネルを作ります。でそのの 切り抜きチャンネルが1000人達成するの。うちがまだ400人で全然伸びないけど、切り抜きチャンネルね、うまいこと作ってね、1000人以上、えー、達成しました。収益ができました。いや収益の分配率ね、どうなるのか。えー、基本的にはだいたい5対5の折半にしててあったりいや、8対2だったりとかね、これ8があのクリエイター側でね、2が、えっ、ー、と、そっうのあの取り分だったりとかというような感じとかが結構いろいろあるらしいんですけど、えー、うちのところはもう、そんなね、細かいことは言いません。えー、収益分配率100 ですですからあの全部全部。全部 総取りです。あのクリエイターさん、切り抜きチャンネルの方で総取りできますよという形になっております。ということで、ね、これが一つ特徴です、まあ。なんでこんなことをするのかというと、まあ一つはもちろん、僧、え、侶、ー、もしないとうちのチャンネルを作るメリットねえじゃんっていうのがありますよね。メリットが与えられない。だって、うちがね、600万人、これ400万人いるチャンネルだったんですよ。400万人いるチャンネルだったんですよ。ええー、栄養と暮らしてやってもいいよぐらいで、ね、電車で行ったっていいんですよ。いくらだって作りたいって人が現れます だからうちのとこ400人なんですよ。お前そもそもメインチャンネル、本ね大元のチャンネルがね、収益ができてないところの切り抜きでね、あの基本的に切り抜きチャンネルの方が少なくなるんですから、うんうん、やるメリットねえじゃんってなっちゃうんで、だったらメリットを提示としてうが出せるのはこの百0 0ですよね、まずは。うん 目を引いて出せるのはこれですよねっていうのが一つ目。まあもう一つは実はこれ100ゼロにすることによって、うちが収益管理をする必要がなくなるんですよ。だから実は、あの、すごく楽なんですよ。 こっちの管理がね、楽になるんで、別にうちがね、いっぱい人がいてね、ああ、わあわあわね、スタッフも雇えてね、うん、そういう管理をするね、部署を作ったりしてね、しっかりとね、できますよっていうね、マネジメントコントロールができるようなね、大切だったらあれですけどね、えー、仕事をしながら、ひいこらひいこらマジトーコやってるね、人間でね、そんなね、収益のね、計算とかね、わーっとね、はいと思って来られてもね、えー、めんどくさいだけなんですよね。ま、え、あ、ー、まあまあまあ、チャリンチャリンになるからいいっちゃいいんですけど、多たぶンチャリンする量よりも、どうかん ってえー、かかるコストの方がかかっちゃうんで、じゃあもういい、あのでも100ゼロにして、もう、うん、あのそのそ収益報告も何もいらねんよと、えー、ね、えー、してしまえば、これも手っ取り早いんで、えー、非常に、ね、管理が楽ということでございますね。で,ですので収益分解率100%でやりますとでいうことです。であとは動画、えー、の元データを提供しますっていうことですね。これは 私がね、じゃあ切り抜きやってみようかなと思って、どうやってやるのかなっていうのをちょっと試してみようと思ったんですよ。その時にぶち当たった壁がこれだったんですよね。元データーこれどうやって取るのと、うん。YouTube って別にあのダウンロードってあの YouTube プレミアムになったらダウンロードってボタンができるんですけど、あれオフライン再生ができるようにダウンロードはできるんですけど、そのデータってよあの取り込むことができないんですよ。動画編集ソフトに。うん、ですので、 うん、これってどうしたものかなっていうのが分からなくてね、えー、パッと見てもちょっと分かりにくいし、なんかちょっと違法なソフトを使ったりするよっていう方法とかがね、提示されたりとかするような、ね、感じだったんでね、うん、他のところってどうしてるのかなって、まあもしかしたらその公認契約してる人にはそういったデータが上げれますよとかっていうような感じでやってるのかもしれませんけど、うんそこのところはあの、でかいチャンネルさん分かりませんけど、うちのところはもうあの大々的に言っときます。 あの STPP、えー、言ってくれたところ、あの言ってくれたギガファイルピンとかね、あなたとかって、えー、元データ送りますだから、この、えーね、やつのやつが欲しいんですけどって言って、あのうちのところちょうど記号でね、全部 ST00 ゼロゼロの何第なんか0010、えー、ゼロゼロの005ゼロゼロとかっていう感じで全部数字で、あの連番で管理してると思うんですけど、これね、もともとこれが。 ってのもありますうちが作品の,そのデータ管理をするのにどうのこうのって言ってましたけど、もう一つの理由は、それをする理由は、あの欲しい、あの要は納品書の、えー、発注の看板番号ですね。看板番号みたいな、えー、やつが欲しかったっていうのがあります。えですので、これでね、この番号のこの、えー、とシリーズの第何回が欲しいですって言ってもらったら、えー、それではいよって言って、ね、提供できるような感じで。えー、ですので、うちとはこっそりと10手だね。 ハードディスクで10点で用意してあるんで、えー、実は全部のデータ残ってます。えー、ただね、あの、すみません、えー。これに関しては、提供できるデータに関しては、YouTube で公開されている、えー、と公開データのみになります。うん、公開データを、えー、のデータ、 です,ね、ですからその、編集前のデータっていうのは、えー、個人情報が載っておったりだとか、ね、あのモダイク本当をかけて出せないといけないとか、モダイクかかってなかったりだとか、そういうのがあるんで、えー、そのあたりはすみません、ちょっとあの私ができませんので、できかねますので、えー、と素材データ。 えー、ちょっと言ってますけど、その、完成品のデータですね、えー、を、えー、送りますよって形です。ちなみにこれ、あのね、うん、だいたい基本的に10分のとかに2、300メガぐらいになってます。その、圧縮済みのデータですね、YouTube の方の圧縮済みのデータになりますんで、えー、それを再度ね、こちらの方で保管するっていう形で管理をしておりますんで、ちょっとあのややこしいんですけど、その、ダウンロードは実はその、クリエイターはできるんですよ。うん。 クリエイターは YouTube Studio っていうスタあのアプリがあったりとかするんですけど、これで、ね、パソコンだと、えー、そこから自分のアップロードした動画はダウンロードができますっていうような仕様になってたりするんで、えー、それあたりとかを使ってね。 えー、再圧縮するような形でそうするとね3ギアのデータが300メガとかで収まるんで要領、えー、圧縮できるんで,ですからあとねえっ、ー、とね7000本ぐらい完成品動画が、えー、保存はできるんでまあ多分しばらく大丈夫だろうと7000本まで、ね、保存できる余裕でってなってますんでね、えー、多分頑張っね 1>, 周りは1万2000本ぐらいまではまだ追加でね完成品放送できますからはい大丈夫ですまあ今その分をねあの元素材データとかも入れたりしてるんでまあ結局6テラぐらい、えー、5テラぐらい食ってるのかな、えー、ですけどねうん。 あ,あ、というような感じになっておりますよ。というところでございますね。その辺りをね、えー、が、多分一番かゆいところはここなんじゃないかな。特に初めて金融機動画作ってみようという時にね、その辺りが多分ネックになるのかなと思ったんで、えー、こういうのをやってみました。で、専用チャンネルの作成が不要になりますというのも特徴かな。えー、収益の分配計算が不要です。要はこっちで検索する必要がないんで、えー、これだけ収益がありましたっていうデータをもらう必要がない。ということは変な話。今もうチャンネルを持ってる人、そのチャンネルで、とりあえずちょっと作り方 た勉強がてら、こいつのやつずっと出しに使ってみっか。でね、ちょっとまずい出ししか出なそうだけど、とりあえずこのさ、せるってやつで、ね、まあとりあえずたダだ,だしね、あ、うんうん、なんかそのまま収益にできるらしい。だからもう今収益ができるチャンネルであのやってしまってね、あのそれ伸ばすっていうのも全然ありでしょうんで、自分の自前でね、持ってるチャンネルだったら、えー、それでね、えー <laughs> その収益がのところに一緒に、ね、ポンと入れたっても全然構いませんのでねこっちの方は、うん。っていう感じになってますので、えー、そういったことができるってこれが普通の,の切り抜きチャンネルとの大きな違いですんで、えー、そういう感じでねお手軽にできますよっていうためにもこの1 0 0ロっていう形総取り、えー、体制にしてありますということでございますただこれあのー、あれだと厄介か,かもしれませんもうすでにその公認の切り抜きチャンネルでやってるところね、えー、だと えー、そっちの方の切り抜きのな計算のやつにこっちのやつが入ってきたりすると、えー、ちょっと厄介な話になるかもしれませんそのあたりちょっと私は、えっ、ー、と、えー、さすがに分かりかねますんでね。えー それぞれの、えー、金融抜きチャンネルといってもね、いろんなクリエイターさんの切り抜きやってるところがあって、そのクリエイターさんとか、ウームの事務所さんだったりね、他の事務所さんだったりとか事務所さんごとによって、えー、そのあたりの契約内容が変わってきますんで、そこはもう私はどん存じようがないので、まあ一応、宇宙としてはこうだけど、他のところでやってる人でね、そこに抵触するにはもううちはしないよということでございますね。えー、そこまではもう,もううちは面倒は見れないんですけど、まあ基本的に普通にね、やってる人、クリエイターさんで持ってるところとか、もうチャンネル っっってよっていう人だったらね全然ね、ちょっと試しにちょっと作ってみてもいいんじゃないかなっていう感じで、あの、作ってくれる人の絶対数が増えれば、こととしては、えー、認知機会の獲得になるんでいいかなという感じでやっておりますということでございます。最終的にね、まあですから、大福さん、あれですよ、もちろんそれでね、もう何千万稼ぎました。ね、うちのチャンネルまだ収益化できてないけど、何千万稼ぎましたっていう人ね、あのー、いやいやいや、このままね、うちのチャンネルがね、あのー、路頭に回ってしまってね、あれになったらね、あの、おしんでね、ぜひね、もうん、ね、俺にね、 あのちょっとねあのー 牧性の一つでもね、したいんですけどっていう人はね、全然やぶさかではないんで、あの、ニコ動の方だったらギフト機能とかあったりしますんでね、そっちの方とか使ってもらってもいいですし、あ、これあの、またニコ、えっ、ー、と、ちなみにプラットフォームはどこでもいいです。ニコニコ動画でも、YouTube ニコニコ動画はどっちでもいいですし、なんなら TikTok ククとかね、インスタグラムのリールとか、あのたりとかで使ってもらっても全然大丈夫です。どこでも大丈夫です。その代わり、あの、どこで使うのかとか、その辺りのね、えー、使うアカウントのね、情報だけはちょっと、えー、あの、教えておいてほしいんですけど、ここでとうとう投稿したいんですけどっていうのは教えておいてほしいです。 ので、それだけね、教えてもらったら、全然どこでやってもらっても、なんか新しい、あの、カカオとかね、カカオトックとか、別にラインブームでとかね、あー動かしてね、あれとか、え他にもいろいろとありますからね、あの、海外向けのところだったらいっぱいいろんな、えー、やとかありますんで、そういうのあたりでね、やりますよっていったら、ね、それで、あの、広げてもらえるんだったら、もう全然、私は、えー、感謝感謝でございますのでね、ぜひ、えー、よろしくお願いしますってことで。え、で、ニコローだけはね、あの、ちょっと、えー、独特の、あの、その、もともとそういうような前提のプログラムがあるんで、そのプロ グラムを使ううと思うんでその辺りをちょっとまた h t p p の単体で説明するときに、えー、使わせてもらおうと思いますんで、まあ、興味がある方は、あの、先にあの、もうこれ聞いた段階で興味があるよって方は、あの、コメントとかでパッと、えー、教えてもらったら、あの、メールアドレス、あの、うちの概要欄のところにもまたメールアドレスとか貼っときますんで、えー、そっちらの方とかにね、パッと問い合わせいただければ、えー、全然大丈夫ですのでぜひよろしくお願いいたします。あー、Twitter で、あの、全然、あの、フォローしてもらって、フォローバックするんで、えー、それでね、あの、DM 送ってもらってっと、という いうのででも全然大丈夫ですねぜひね、よろしくお願いいたしますという形でございます。これについてはまたこの後撮ります。ねえー、それしないとね、もう1時間も喋ってんじゃん。なかったらしい動画になりますのでね、まあ、打ち返しし喋り出すとこうなってしまいますのでね、えー、そういう感じでとりあえず、まあ、この3つという形でございます。えー、1つ目が、えー、組織名が変わります。えー、総合創作集団、スター・ステール・プレゼン、コンプリヘンシブ・クリエイティング・サークル、スター・ステール・プレゼンとか、スター・ステールに名前が変わるよというのとか、えー、チャンネル名がスター・ステールっていう、まあ、シンプルになります。っていうかもうかもすでに になってます <laughs> これはもう変えちゃったんだね今編集してる間に変えちゃったんでもうすでに実はこれになってるんですけどまあもう気付かでしょう。うん。そこまで見てないでしょ誰も。ね。 と、ね、いうことでございます、ね。えー、で、えー、個人チャンネルの、えー、ブレイクしねやむら、やむよっていうのが、えー、こっちの方で、そのやむらもぐもぐとかショートの朝の十時に公開しとったショートは、えー、こっちの方でやってきますよっていうことなんでね、そこにご興味いただいてる方はね、ぜひこっちらの方に、えー、チャンネル登録の方お願いいたします。というところで、あとスタッフパートナーシッププログラム STPP が指導しますよってことで、えー、いうのがありますよって、これはまた後日ちょっと詳細動画たしますので、よろしくお願いいたします。というところ以上、えー、まあね、重大 いいうほどどではないけどまあまあ大きい発表だったんで、3、え、つ、ー、重大発表、えー、させていただきました。えー、またね、このたりとかね、いろいろとね、大きなこととかあったらコメント欄でなん不明な点とかいろいろ書いてもらったら、あの全然コメント欄、えー、全部チェックしてますんで、え然コントの,の動画とかでもどこでもいいですけど、えー、書いてもらったらいいかなと思いますしまあ、高評価とかね、あとでチャンネル登録で、ねえー、いただけるとね、めちゃくちゃ、えー、嬉しいんで、どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、この動画これぐらいで、えー、締めさせていただきたいと思います。 今後ともね、えー、スターステイルプレゼン、えー、改め、えー、スターステイルね、えー、どうぞ、えー、並びに山城をね、よろしくお願いいたします。山城も、もうブレイクして、ね、山田で言ってますけどね、よろしくお願いいたします。ブレイクして、ブレイクして山田にしようかな。<laughs> うん、ブレイクして山田もいいな。書いてるかもしれない。<laughs> 10年書いねって言ったのに、もう10分で書いようとしてるわ。だめだ。<laughs> 以上ですごしありがとうございました。